ゴミ収集車の香りを嗅ぎながら行くか。でもプラスチックのゴミ収集車だから全然匂いはしませんでしたね。今のところに本陣があったそうですが、右前方にも本陣があって、坂下の宿場にはなんと3つも本陣があったといいます。東海道の中でもかなりの賑わいです。もはや坂下に昔の賑わいはほとんど残ってはいないようでしたが、ともかくもうここまで来れば過ぎ去ったでしょう。次の土山までの2里半、およそ10キロが私が挑まなければならない本当の難所、鈴鹿の峠です。歩道はあるか。あるようだ。ここでは国道1号線が昔対面通行だったのが二手に分かれたようですけれど、よし、ちょっとだけここに自転車を止めよう。幸いなことにひどくなる一方だと思われた雨も一旦ほとんど止んだ状態になっています。いつまで持つかは分かりませんが、これは最近作られたやつでしょうね。向こうから峠を下るためだけの国道1号線日本橋方面の道路です。さてこちら、これが昔の東海道だったようです。そうだな、旧東海道鈴鹿峠 1.5 キロと書いてある。 1.5 キロで行かれるのか。ここから蜘蛛の巣が顔に引っかかりました。この道を行っていたのか昔は。これはちょっと信じられんな。箱根よりすごいんじゃない、まあ、箱根にもこういうとこあったのかもしれませんが、これか、これを行くのか。これはきついぞ。ちょっと体験するだけですけどね。私はマムシとかそういうのも出るのかな。ああいうのは草原に多いような気がしますが、あそこで清水がバジャバジャと湧いていてとても素敵なところですが、ここに大名が中に入ったカゴを担いで崩れるかもしれないところを、こんなもう落ちちゃいますよこんなところ。昔の人は本当にすごかったんだな。これ斜めになってるんですよこっちに。いや足がなんかもうこれ行っちゃいそうなんですよね。特にストッパーみたいなのもないですし、安全、ここなら大丈夫という安全な足の置き場が見当たらない。まあ壁に手をつけばいいでしょうけど、怖っ。こんなところが東海道、昔の東海道新幹線のできる大昔にはここをみんなが通っていたのかと。これは危険だぞ。もうなんか手とか使わないと、手使えば大丈夫ですけど上がれないですもん。おっかなくて、いやー信じられん。崖じゃないですかこんなん。ただのどうやって後で降りよう。しかも昔はこれでこの道を、本当に何度も言うようですけど、カゴ持って大名を運んでたって言うんだから信じられんことだ。もうちょっと滑ったら終わりですからねこんなの。すごいとこだよ。どこまで行くかは考えといた方がいいですね。こんなまだ階段があるからいいですけど、昔の人はそんなものも多分ないところを行ったんでしょ。おっかないな。まあ今のここを整備した人もすごいと思いますけどね。ロボットがやってるんじゃないんだから。怖っ。きっと去った峠とかも昔はこんなだったんでしょうね。静岡の親知らず子知らず、これ今でも親知らず子知らずですよ。あ、ようやくまともな道になった。まあ、これをまともな道っていうのも違うような気はするんですけど、はあ、山登りじゃないですか。いや山登りなんですけど普通に。ふう、あ、落っこちる心配のないところへ来るととりあえずなんか気が楽になりますよ。これ本当に東海道だったのか、本当にこれがそうなのか。そうなんでしょうね。スマートフォン下に置いてきちゃった、うっかり。いけないいけない、取りに戻りましょう。というか、まあ、このまま降りようと思うんですけど、ちょっと昔の鈴鹿峠の体験にはなりました。うおーって感じだねこれね。ちっちゃー。さあさあさあ、これほら降りる方のこの怖さって言ったらないですよ。階段ありますけども土が詰まっちゃってあまり階段の役割を果
果たしていないですからね。あそこなんかもう崖じゃないですか。おおお、滑る。あまり格好のいい光景じゃないってことは私も分かってますけど、そんなこと言ってられませんわ。命を大事に使わなきゃ。あの富士山から落ちた人のあの姿から命を大切に使うことの重要性は学んだつもりです。よし、ここはしばらくは大丈夫だな。ほえー、まあここは大丈夫なんですけど、大丈夫ならいいんだけど。よし、こうやって行こうね。問題はここですよ。信じられん、なんというところだ。この地下深くにトンネル掘って時速500キロで品川宿まで1時間、大阪からね。すごい計画だ。本当にもうしっかりこう手で押さえながら行こう。まだこれが掴める状態でよかった。よし、ほっと、ここもな、心配だこりゃ。まあ結構降りてきたんで、滑り落ちてももう死ぬことはないですけど、さっきは分かんなかったですからね。ここを過ぎればもう大丈夫だ。よし、あとはまあ降りるまでが、降りに帰るじゃない、間違えて、動物じゃないですもんね。降り切るまでが一応下山ですからね。こんなちょっとのやつで久しぶりになんか危ない経験をしたな。ふう、それではお聞きください。あれ東海道じゃなかったですわ。何のために行ったんだ。ただのね、普通のあの山道の登山道でした。神社行くための道みたいですけど、やっぱ事前にちゃんとルートを確認しておかないとこういうことになっちゃうんですね。そんなに大きな問題はありませんけども、峠の場所も間違えちゃいましたし、行く手を山が塞ぎます。山の上からはユーカリの香りにも見える、聞こえるし、感じるし、それからヒノキの香りも聞こえる、何とも言えない方向が漂ってきて、この先には鹿肉などの料理を使った店があるそうです。そしてずっとこれまで鈴鹿川と一緒に走っていましたが、この橋の名前が第一鈴鹿橋というそうでして、第一ということはね、あのさっき第三とか第二とかいろいろあったんですけど、第一ってことはどんどん逆に言って、これがつまり橋のシリーズで最後ってことなんですよ。もう鈴鹿川は渡らないはずです。で、大体川沿いに行くときは川が作ってくれた谷みたいなところ行けるんでいいんですが、川がここから先はないので、川があっちに行ってしまってもう方向が別なので、おそらくですね、これからはもう自分で山道に挑むしかないと、もっと急になるということが言いたいわけです。こんな険しい峠道に立派な除夜灯を立てて、ここは京都って書いてありますね。江戸時代から京都って言葉使ってたんだな。こっちは江戸なんとかって書いてあって、荒木なんとかっていう人がこれを作ったのかな。多分そうなんでしょうね。反対側を見ると宝暦11年書いてあるな。江戸時代からずっとこんなところでここを通る人たちを見つめ続けてきたんですね。さあ、そしてちょっとまた国道からそれて、こういう脇道があって多少下るようになっているんですが、すいません、多少なんて嘘でした。もうめちゃめちゃ急でしたけど、すごい道だこれ。ブレーキが効かなかった時にここに突っ込めってことなのかな。ちゃんと整備されてるのがすごいですね。この先で行き止まりだそうなんですけど、この神社などがあるからかな。祠があるだけで人は誰もいませんかね。私がこれから登っていく道もあれだな、あそこまでまた遥か下へ行ってしまいましたけど、あんなところに置いてきちゃったら見えないですよね。どっか分かります？あそこら辺に私の自転車を置いてあるんですけど、また戻って取りに行くの大変ですが、
まあそれはしょうがない。私結構登るの好きなんですよね。バカと煙はなんてやろと言いますけど、で登るのは好きなんだけど、後で降りる時になって登りすぎちゃったよとなるパターンですから。ああそう言いながら登っちゃうんですけどね。全く言ってることとやってることが逆もいいところだ。楽しいですねこれ。ああやっぱダメだな。あそこで階段になっちゃってますから、どうやっても自転車で行くことはできませんが、まあでも大部分は歩いたようだ。前を歩く東海道の旅人がいましたね。あの人は徒歩ですよ。立派です。僕は電動自転車。かくこそあらましからず近似のマスラオって感じかな。まあ箱根じゃないですけどねここは。まあどうなんだろう、でも歩きの旅にしてもそれから自転車で行くにしても箱根よりはやりやすいかなという気はしますよ。ほほ、道もまあまあ広いですし、それから自転車で行くにしてもなんかもともと車道だったんだろうなこれみたいな感じの道が一本通っていて、さっきからご覧いただいているように贅沢に進むことができますからね。では一旦降りて自転車に乗っちゃいますけれど、鈴鹿峠こういう場所なのかということはしかと見届けることができました。ちなみにこの川の工事もまあ江戸時代にやったやつだと思うんですけど、すごいですね。これが変に鉄砲水とかなっても大丈夫なようにって簡単なことをやったんだな。こういうの基本的に幕府からそれぞれの藩にお前やれとか言ってやらせるっていうのが基本だったらしいのによくそれが通用したもんだと思いますが、ここでまたパワーの補給です。さっき席で買ったやつ、これ美味しいですね。席の音、うん、食べて思い出したけど明治天皇がここを通っていったと考えるとすごいな。どうせ一人なんだからケチらずに6個入りじゃなくて10個入りとか買っときゃよかった。これはうまかったわ。お茶を飲んで伊勢の国とはもうお別れですね。さてそれでは立ち返って出発。ちなみにバッテリーあとどれぐらいあると思います？今ちょうどね 80% から 70% になりましたが、今日の工程で使えるバッテリーが、もうですね半分以下になったということを示しています。まあ、全体の工程で半分いってるかいってないかぐらいですから、峠の下り道でうまくスッと力を使わずに降りられたら素晴らしいですね。そしたらなんとかなりますよ。さてそれじゃあ、まあ、ちょっとね変な写りにはなってるとは思うんですが、この体験大変さをぜひ皆さんもね映像で体験してみてもらいたいから。おお大変だこりゃ。なんか登りが大変っていうよりこの木を避けるのが大変っていう感じで、なんとか今のところなってますけど。よし、何の競技だよって感じなんですよ。まあ、当たってもいいような気はするんですが、変な植物だったり変な虫がついていることが心配です。江戸時代の東海道はこっちへ行きましたよ。あーいい見晴らしだ、すごいすごい。こんなに立派なところをはるばる登ってきたんですね。旧東海道はおそらくこのちょうど木々が一番低くなっているこの辺りから下に沿って私の今いるところの真下をどっかもうちょっと向こうの方でしょうけれど過ぎて、そしてここからまたさらに奥深くへ入っていくようですね。お、前方にまずトンネルがあるということが、これ大丈夫なんだろうか入っていいんだろうかっていうことが一つと、ダメだんて言われたら困りますけどね、ここは絶対通り抜けますけど、でも大丈夫そうなんで。続いて相当立派なトンネルだ。これは昭和の時代に作ったやつでしょうね。
このトンネルが作られたのは大正時代のことだそうです。ただ最近になって割と改良されたみたいですね。あそこに随分新しそうなプレートがあるなと思ってね、これ1990年って書いてあったんですが、もともとはですね、私が今立っているこの辺りも、まだあの崖の方だったそうでして、元はもっとなんかこっちの方を通るすごい急な道だったそうですよ。もちろんこのトンネルを抜けますと滋賀県甲賀市に入るということになっていまして、ここまでで三重県は終わりです。右から左に書いてありますね、鈴鹿隧道。こういう峠道とか車がバンバン走ってほぼ掃除されないところって、なんかこれなんでこんな捨ててあんのみたいな、よく捨ててありますね。 CD とか町民味噌とか、なんで味噌がここに捨てられてるのか理解不能だし、これは運転してた人じゃなくて同乗した人が飲んだんだと信じたいですけどね。ザ・ストロングゼロとかね、さっきもなんかあのシーサーの置物みたいな捨ててありましたよ、取らなかったですけど。さあじゃあ行きますか。道幅が十分あるからありがたいですね。このトンネルのこの音嫌いなんですよね、なんか怖いじゃないですか。これ多分このトンネルが大正の終わりにできるまでは旧東海道と同じような山道しかなかったんじゃないですか、鈴鹿峠って。だからこれの代わりになるような明治のトンネルみたいなのとかなんかなかったですもんね。すごいな。それでもなんかあるのかな、ちょっと抜けたらもうちょっと調べてみますか。いや余裕のあるトンネルでありがたい。明治時代の鈴鹿峠はどうやって越えられてたのかってことは、今僕がちょっとネットで鈴鹿峠明治とかそんな風に検索しただけですけども、特に出てこなかったので多分越えられなかったんじゃないですか、こういう風な感じでは。だから結局江戸時代と変わらなかったんじゃないですかね。まあ、さっき言った関西本線とかそういうのができましたんで、別にやる必要もそんな高くなかったんでしょうね多分。道路工事みたいなしてる人たちがいて、あの人は何やってんのみたいな感じで僕のことを見ていきました。ママチャリでここスーツ姿で通過する人はいないでしょうからねまあ楽なもんでしたけど、電動アシストのおかげで。会長会長、歩道も広いし、峠のドライブインには人が入ってますね。そろそろ土山宿に着くはずです。高い高速道路、いかに険しいところへ行っていたかということが分かります。海道橋っていう名前のこんな良さげな橋を渡りまして、音が気になるけどな、下からなんかコト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 って聞こえてる。落ちるんじゃないか、落ちないと思いますけど、今まで何度橋を渡ってきたことか。この鈴鹿峠で雨が降ったのはなかなか良かったかもしれないな。土山宿の東海道53次の浮世絵は今の川、雨が降っている中を大変そうに抜けていく大名行列の姿を描いたもののようです。私もちょうど雨の降る中鈴鹿を越えることができました。東海道53次のうちいよいよ49番目にまでなりました。立派なお社ですね。土山宿に到着です。この神社の参道みたいなところがそのまま東海道になっているらしいことが地図からは読み取れます。
面白いですね。神社お前参拝しろよって言われてるみたいだな。寄ってっても構わないと言いたいところですが、一応急いでいるつもりなので、まあ、あのね、結構東海道沿道はもうお寺神社いっぱいあって動きもいっぱいあるんで、まあ、一個一個寄っていくわけにはいかないっていうのは正直なところです。多分江戸時代の人たちもそう思っていたんじゃないですか。自転車でここを乗り入れるっていうのはどうなんだと思いますが、ここは東海道なので別に問題はないはずですけどね。さすがに神社の中に馬乗って歩くようなもんですから、あまり良くないんじゃないかと思いますけど、道の駅に寄ってってもよかろう。神社には寄らねえの、道の駅には寄るのかよと思われるかもしれませんけど、体力を回復させることは重要です。まあそこまで疲れてないけど、団子を買って一休み、まあ正直一休みばっかしてるんじゃないかという気がしますが、うん、馬風の口に合いますわ。うまいうまい。みたらしとそれからこれこしあん団子です。美味しいんですけど、かなりしっかりした団子だから全部食べるのに時間がかかるな。一本にしとけばよかった。この道の駅の名前、愛の土山と言います。愛のとは何かという話なんですが、これはですね、私もよくよく考えてみれば分かったんですが、鈴鹿峠というのはこの土山とそれからお隣の、坂下宿の間にあるわけですけども、あのその間のあたりのですね、険しい道を歌う、言葉で、坂はてるてる、鈴鹿は曇る、愛の土山雨が降る、こういうのがあるんですけど、これ知ってる人います？僕はあ、そういうのなんかそんなの聞いたことあったなって感じだったんですが、箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川、まあ、こんな感じで、まあ、東海道の中でよく言われる、七五条のあの歌の一つなんですが、愛のというのは何かっていう、まあ、ここはなんかもともと愛の宿だったから愛のだそうです。で、まあすいません、まあ、その程度なんですけど、まあ、これ歌でね、大変有名な土山というのはこちらでございます。知らない人は知らない人の方が多いだろうけどな。甲賀市っていうのはこういう北海道をこう上下にギュッとしたような形みたいなんですが、現在地ここですね。さっきここからビューッとこう来たわけですが、ここからさらにこう行って、あら、近江鉄道を横切りつつ、この先でいよいよ草津って感じですね。行けるだろう草津まで普通にと思ったんですけどね、すごい甘く見てたんですけどね、草津まであとキュウリぐらいあるみたいなんですよ。キュウリってのは約36キロ40キロ、そんなにあるの？滋賀県ってそんなにでかいんですね。お茶だ、お茶がいっぱいある。40キロ。幸いなことに本当に雨は止みまして、とりあえず当面のところは大丈夫だと思うんですけど、草津に7時に着くのはかなりきついと、このペースでは。とりあえずお線香の香りたまびくこの土山を過ぎまして、次は南口です。まだ宿場はでも出てないな、この感じでは。ここから先も下り坂が長く続いてくれることを祈ります。長ければ長いほどいいです。でもあと40キロを充電 60% で行くっていうのはかなり不安がありまして、まあ、それでディスプレイをいろいろ電動アシスト自転車切り替えられるんですが、見てみたらこのパワーの強さだとあと35キロは走れると書いてありました。多分いけると思うんだけど、パワーを落としておくか、落とせば41キロいけるって書いてあるからな。雨で体はすっかり濡れてしまっていますが、ただ助かるのはずっとさっき鈴鹿峠を越えてからひたすら下り坂が続いているということです。本当に緩やかな下り坂で、自転車のスピードは無理なく、例えば時速30キロになってしまってブレーキをかける必要があるというほどではなく、およそ22、3キロほどで推移しています。
私の自転車はあまり力を入れずに漕ぐと、だいたい16、7キロがせいぜいですから、これはペースがいいです。今、東海道50番目の宿場町、南口宿に到着です。しかし、観光するような、そういう気分では正直言ってありませんが、皆さんには53次を全部ご覧に入れないといけないと思っていますので、なんとか頑張ろう。ともかくトイレ行きたいんですよね。トイレがないな、全然。ここが脇本陣、ここも鳩子の跡、いい雰囲気の建物は結構残っていますけれど、公共施設みたいなものはないな。なるほど、宿場の中心らしく、お店屋さんなどもいろいろ並んでいて、入って温まりたいような気もしますが、どうだろうな。この後のことをいろいろ考えるとデメリットが大きい気がする。お、ここならトイレあるだろうな。いや、ここに止めちゃえ。雨が降って路面が濡れて抵抗が減ったからか分かりませんが、自転車がスイスイ進みます。前方踏切があるね。近江鉄道だな、これが。今近江鉄道の踏切が鳴ったんですが、鳴ったんだけど何も通過しないで上がっちゃった。そんなことあんの？近くの人は間違いやって言ってましたけど、間違いなんてあるのか。ともかくこれが南口宿の代表的な景色。三筋の町とさっきも書いてありましたけれど、1,2,3 とあって真ん中が東海道です。いいですね、これ。駅を降りたらすぐこの光景ですからね。電車が通過するんだったら見たいんだけど、しないんだったら行っちゃう。なんでさっき踏切が鳴ったんだ。踏切が鳴るっていうのは、近くの踏切が鳴るポイントよりも手前に列車がいるときに起こる現象とか、そういう風な仕組みになっているので、間違えて列車が来るような認識がなされる状態になっちゃったのかな。具体的にはレールとレールそれぞれがですね、金属でつながって回路が短絡されると、レールには実は電流が流れてるんですけど、それで回路が形成されると、あそこで踏切に列車が近づいてきたってことが分かるので、何らかの状態でそれが起こってしまったのかもしれないですけどね。そんなことってあんのかな。さあ、着いた着いた。これが水口城だ。結構由緒正しいお城らしくて、徳川家光の時に東海道の往来に、じゃあなんかいいお家でもこの辺に作るかと言ってですね、徳川の直轄地だったもんだから、途中の豪華バージョンの徳川家用の別荘みたいな、そういうところだったらしいんですが、あんまそういう風に使った実績が実際のところないとか。今の時代にはほぼ理解できないことだと思うんですが、明治時代の最初頃ってのは本当にお城はもう過去のものはこんなもんいらないだろうみたいな、そういう考えが根強く、水口城ももうほとんど取り壊されてしまったそうです。立派なお城だったらしいんですけどね。ただなぜかこの櫓だけが残っていたので、もう一度ここにですね復元をさせたということなんですが、どこに残ってたのかなと思ったら、なんとね個人宅に移設されていたらしいんですが、それもまたすごい話だよな。近江鉄道をここに敷設するにあたり、お城の中で使っていた石垣も結構外へ持ち出してしまったそうです。でも櫓が残っててよかったですね。今のこういう建物だって100年もすりゃ貴重な建物は文化財とか言われるようになりますよ。学校だってね、あ、これが昭和から平成にかけての学校建築かとか、ね、体育館とかだってそのうちになるんじゃないですか。なんか水口城は魔のお堀を持ってるみたいですね。サッカーボール何個吸い込んでるの？1個、2個、3個。これはサッカーボールじゃないですね。バスケットボールも入って、バスケットボール？サッカーはまだなんか暴走してね、ボーンと飛んでてってこと。いや、でもサッカーもないと思うんだけど、ここから入っちゃったんでしょうね。さあ、暗くなってきましたけど、さすがに真っ暗になる前に到着をするのは無理ですが、地形のおかげで随分ペースよく走ることができています。なかなか水口の宿場を出ませんね。
みなくし もうずっと前にさっき入ってひたすらこの街を走り続けているんですが、端っこに到着しないほど大きな大きな城下町だったことを伺わせます。しかしそろそろ建物も切れてきたかな。徳川家の直轄地ともなるとこれほど立派なんですね。それでは次が今日の最終目的地、東海道52番目の宿場町草津宿です。ただ草津まではまだ20キロ近くあるんじゃないかな。さっき40キロ伝ったんですけど、多分40キロはなさそうです。でも35キロぐらいは全行程あったはず。まだまだ先は長いですよ。宮城町を過ぎてここは泉というところですが、立派なまた木戸があり大きな除夜塔、これはついていないから多分まあつかないようになってるんでしょうね。本当に大きいな、これ江戸時代のものがどうもそのまま残ってるようですね。ここに流れているのはさっきからずっと私と並行しております安川です。ずっと行くと安に行きますが、まあ、今回東海道は安を通りませんので私も安の町に行くことはありません。で当時はなんかこの辺りでは横田川と呼んでいたらしいんですけども、まあ、ここにですねまた渡し船で反対が行くということになっていたそうでございます。東海道には全部渡し船は13個あったんでそんなにたくさんではなかったそうです。でまたここはまあこういう感じですから、時期によっては水が少ないような時なんかは、簡単な橋を架けて反対へ渡る、まあ、どちらかになっていたようですが、ともかく軍事上の、なんか一大防衛ラインのようになっていたのは間違いないようで、勝手に好き勝手に渡っていそういうものではなかったそうですよ。この石垣は昔のかなんかここにはめ込めるようになってますね。増水した時にここにはめるってことかな。でも本当にこれは大きな大きな除夜塔だ。東海道中で一番の大きさだと説明書きにはありました。もうちょっと待てばつきそうですけどね、ライトアップなんかもされるようだから。でも先を急いだ方がいいでしょう。安川を渡ろうとする人たちの自転車のペースは随分早めです。みんな急ぐんですね。私がまあ温存運転なのかもしれませんけど、歩道だからあんまり脱水も良くないよな。これぐらいのペースがいいと思いますけどね。次の宿場町は石部です。私間違えましたかね、次が草津って言ったような気がします。少なくともさっきまでずっとそのつもりだったんですが完全に忘れていました、大事な宿場町を。これは行っていいのかどうなのかっていうか、多分行っていいんだけど、こうなるかな、いいのか、待ってくれるか、待ってくれないか。一番過酷なことになってしまったな。朝の四日市と同じことだ。これじゃ後ろからの車も多分早く行ってくれとは思ってるだろうし、その期待に応えることにしましょう。これちょっとこの夜の服を着ようと思います。というか着ないってね、むしろ今まで着てなかったなという感じなんですけど、この黄色いやつは防寒具にもなりますんで、よしこれで再出発。これなら後ろの人も気づくだろう。まあさっきのも気づいてはいたと思いますけど、無事に草津に着かせてくださいと、こういう気持ちになりたい人のために神社が難所の前後にあるんだろうなと思います。でも神様に頼むよりは安全運転に注意するって、もうそれしかないと思うんですけどね。多分久々なんじゃないかな、同じ名前の JR の駅があるこの石部駅。
間違えた、石部宿。ちょっと読めないけど、この辺りの名所がいろいろ置いてあるみたいですね。トイヤバートもこの近くにあると書いてあります。この石部宿ですが、京都から1日かけて移動してくるとちょうどここにたどり着くということで、京都を早朝に出発した旅人たちの宿泊でかなり賑わったようです。東海道本線のルートにもしなっていればすごく栄えていたところなんじゃないですかね。戸塚とかなんか大船みたいな地になってたんじゃないか、まあ、乗り換え駅ではないですけど、横浜市の地下鉄とか来るわけでもないけど、まあでもねと思うんですが、草津線、東海道線から外れた江田線ということになりましたので、まあ、当時よりは人が増えていて賑わってはいるんじゃないかと思いますが、すごい大都会というわけではありません。寄り道をしていってもよかったですが、それぐらいできて普通なんじゃないかと思いますが、もうほとんどこのまま行くしかないかな。ここから草津までが2里はないですね、1里ちょい。自転車スイスイ行けば30分はかからないでしょうかね。さっきも手に汗握る車に混じりながらの走行ということになりましたので、まあペース自体は結構早かったんじゃないですかね。渋滞に巻き込まれたといっても、車にとっての渋滞と私の普段の走りとではもうスピードがやっぱりそれでも違いますのでね。これまた左に曲がるんだな。滋賀県内は旧東海道がどこにあるのか割と分かりやすいところが多いです。旧街道の道幅もすっかり広くなりましたが、その一方で車の通りは減りました。まあ一番いいパターンですけど、お、除夜灯があって石部宿って書いてあった、多分ここで出たでしょうね。さあどんどん行こう。いつもどんどん行こうって言って全然どんどん行ってないことを私は自覚していますが、今度ばかりはどんどん行きますよ。次がようやく今日の目的地、さっき言い間違えましたけれど東海道第52番目の草津宿です。今草津本陣って書いてあったぞ。しかもここは僕が一度歩いたことのある道だ。なんで歩いたかはちょっと諸事情により言えないんですけど、いや行っても大丈夫か。まあちょっとね、ここに知り合いの家があるんですよ。そしてあそこにあるのは東海道新幹線のガードだ。おお、感激だ。 N700A だ。おお、いや頑張りましたよ。無事安全に着きました。他の私を追い越して行かれたドライバーの皆さんのご協力あってのことですが、もう間もなく52番目の宿場町草津宿に到着します。前方に立派なあれタワーマンションかなんか見えておりますが、こっから草津の駅までの道は私でも分かりますよ。歩いて行ったことがありますからね。この道旧東海道だったのか。まさかそうだとは知らなかった。なんか右手がちょっと痺れてきてるな。大丈夫か。さて草津の町へ入るには渡し船じゃなかったかなと思ったんですが、渡し船ではなさそうですね。まあ今はそれはもちろん渡し船はないですけど、寒い。面白いところだからまた明日見ることにしましょうかね。かつてここを流れていた天井川、草津川ですが、そうそうそう、ここにちょっと見えないですけど川があったんですけど、普通の土地よりも上に川があるっていうちょっと不思議な状態になってたようでした。それでこの下を通っていた国道1号はトンネルで川の下をくぐるというわけのわからないことをやっていたんですけど、ちょっとそれじゃ良くないじゃないかということでいろいろとまあやめて、全部工事して改まったそうです。この右のこれは川の堤防か、上のこれはかつてここが川だった時の橋か。へえ。今ここは草津川跡地公園というところで公園として整備されているそうですが、私よく知らなかったけど、あ、川の廃線跡があるんですね。江戸時代からずっとここに不思議な川として流れていたそうですが、草津には東空豊橋もしくは浜松で泣き別れをし、名古屋で一瞬だけ出会った東海道本線がまたやってくるということになっています。この町は全部の新快速電車、そしてほとんどの特急が停車をする
かなり地位の高いところです。この辺りの旧道の光景はそれほど大都市という感じがしなかったかもしれませんが、本陣のある通りの辺りまで来ますと、さすがにその立派さもだんだんと理解できるようになります。そして向こうが JR 草津駅、この町の中心部です。私が右手からこう辿ってきた東海道は、ここから先この本陣の方へ左に曲がりながら進むということになりますが、これを曲がらずにこの可動橋、これをくぐっていきますと、こちらが中山道です。東京京都大阪間の2大ルートはここで合流をしていたのでした。とてもとても感動的だ、自分の足でこんな草津まで来るなんて、そして久々の大都市です。東海道52番目の宿場町、ここが草津宿です。これね、鈴鹿峠を越えるところでいっぱい足についちゃったみたいです。全然気づかなかったけど、まあでも毎日それなりについてはいましたけどね。これは多分三河高原とかでついたやつだな。無事で済んでよかったですけど、手ももうこんなふやけちゃってね、すごいよ。はい、それで草津の本陣はこちらでございます。ボストンプラザ、立派なホテルですよ。壁にもなんかアメリカの絵がね、いっぱいこう飾ってあるわけですけども、駅前のほんとバーンと、おお、これすごいなって感じのところでね、泊まったのは今回が初めてなんですけども、まあ、まずこれがすごいですね。またね、ツインルームということでして、今回は初日はカプセルホテルの相部屋でしたけど、2日目が、ツイン、まあダブルが2つ並んでるみたいなやつで、3日目もなんかツインダブルツインダブルみたいな感じでしたね。もうともかくなんかほとんど毎日ね、2人用の部屋で来ることになりましたが、今回はですね、ここの経営者の方にお招きいただきまして、それを止めさせていただいておるところでございます。私が鉄道マニアなのでね、お気遣いいただきまして、間違いして鉄道がよく見える一番いい最上階の部屋をねご用意いただいたんですけども、いかん忘れてた、まだ濡れてなかった、ギリギリして、危ない、体のそうなんですけど顔が冷えてるんで、顔に良くしよう。してしまうと後でお掃除が大変かもしれないけど、風呂からもね電車がよく見えるんですよ。あれは草津線だな、あれに乗りゃ済むだったんですけどね。そんなことはもう旅の最初からずっと言い続けられることですけど、あ、じゃあ一旦食事に行きましょうね。下が来られた草津駅、すごい眺めだな本当に。さっきあそこにいたわけです、駅の反対側から来たのね。アメリカのホテルって感じだ。なんでボストンプラザってお名前なんですかって伺ったらね、相当この経営のまあそう、なんていうんですかね、方が、ボストンは好きなそうで、私のこといろいろと面倒見てくださった方もね、ボストンに留学に行かれたって言ってたから、そう関係らしい。実際草津駅のこっち側、宿場と逆側ってもう普通にボストンじゃないかみたいな街の眺めになってるんですよね。エレベーターもこういう感じなんですが、あれ、ここでいいのかな、あ、いいんだ、そうだ。天井が低いのとか多分わざとやってんだろうな。アメリカにこういう感じのありますもんね。 JFK です、 JFK、まあね、東海道草津宿の紹介してて、なんでいきなり JFK の、JFK の話になったのあるんですけど、まあそれは今の草津宿の本陣がこういう形をしているんですよということでね。あの大変だった道中がもう嘘のようだ。鈴鹿峠とここが同じ世界だとは思えない。同じ世界なんですよね。もう草津駅のこっち側すごいですからね。向こうもこれも
これも、それからまあこれもつながってるんですけど、全部ですねアメリカのボストンスタイルのデザインでして、まあ、今日泊まるこれですね、まあ、改めましてボストンプラザの外観ですが、こんなんもあるわ。意外とこういう庶民的なものが設置されてるのはそれ知らなかった。ちょっとこっちへ、このリバティというところで夕飯を食べます。これがまあ要するにレストランですが、これ安いと思うんですよね。テイクアウト、まあ、テイクアウトなんでね、実際ここで食事するのはまた別のやつですな。ここまで凝ってんのなかなかないですよ。この絵も、もう本当にアメリカから2000枚ぐらい持ってこられたそうですよ。すごいね。グランドセントラルの駅でクラムチャウダー食べましたけど、あれと同じ感じで、あれを思い出すな。正直こんなこと言ってるのか分かんないですけど、草津にこんなすごいところがあるとは知らなかったわ。草津宿もあそこもいいんですけど、こんな特徴的なホテルがあったらね。電話かかってきてる。フロントもこれですから。お腹いっぱい食べてですね、このふかふかの、こんな清浄機ってこういう風にしていいの、これ清浄機じゃないですけどいいのかな。だんだん自信がなくなってきて、もうしっかりこすったらね、まあ、握手していいそうです、まあ、大統領こんな好き勝手自分の自由にできるなんて、ね、嬉しいけど、こんなに大柄なのケネディって、多分等身大なんでしょうね。いや、これ心地よすぎて寝てしまう。これ普通に前チェックインした人がみんな通っていくところなんですけど、僕はここにもずっと座ってたんでこんなよれてしまった。これただなるこだわりで維持されてるらしいからね、これでいいのかな。戻してきましょうね。これでいいのかな。なんか自信なくなってきたな。これ草津線ね、多分京都から来てこれから草津線の方に入るわけじゃないですか。であっちも草津線ですよ。草津線なんて短い路線だと思ってそんなことなかったって思い知らされましたよ、今日のあのきつい工程でね。これかな、このいいホテルだったら水が入ってる。あ、入って入って、トレー内の商品は無料でご自由にお召し上がりください。強いな。お茶もタダなのは強いな。お茶もタダだし、ポテトチップスタダで食えんの。だいたいこういうのってミニバーとか言って金取るんですけど、いや、とりあえずこの冷えてる水を出し、今日はもう幸い宿場第52番目まで来てますから、いくら明日の天気が悪いとはいえ、あと大津行って30いくらしても大したことはない。というわけで、まだまだ夜更かしします。明日もゆっくり寝ます。体力を回復します。お昼ました。夕飯ですが、まあ、ステーキのやつすごい美味しかった、いいものをご馳走していただきました。なんですが、まずはあれだけでは足りない、いいんです足りなくて。このね、経営者の方からねこんなものまで持ってきたんですけど、これ駅弁当というやつですけども、要はあの駅弁ね、あの草津駅が最初に開業した時の駅弁を復刻させたのをね、駅で売ってるらしい名物のうばが餅を作ってるところですけどね、そこからのやつもらったんですよ。これですよ。この弁当もまあいろいろ価値があるんですよ。まずこれですが、ギリギリ旧東海道がまだ使われていた時代の庶民の暮らしが、まあこの弁当だと言っていいんじゃないですか。だって草津駅ができた時の弁当なわけですからね。できた時の弁当っていうのはそのできる直前のその食事図を反映してるわけじゃないですか。というのがまず一つ。まあもちろん現代風にいろいろアレンジはしたんでしょうけれど、それからですね、この弁当は実はこの私の今泊まってるホテルとも関係があります。
このボストンプラザなんですけども、ここはですね、この駅弁を売っているこの会社がどん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 グループをいろいろ広げていって、そして今、草津駅前にやってるということでありまして、この駅の中で弁当を売り始めたのが、この一番最初であると。で、他にもっと言えば有名な旅行会社の日本旅行がありますけども、日本旅行もですね、これはまたこの何て言うんですか、こう 元をたどると日本旅行の、創業にも普通に行きつつ、だからこの要はこのホテルをやっている、方とかですね、このお弁当を売ってるところとかですね、この周りのビルをこう管理しているところとか、この草津の、グループを、草津の町をね、こうもう、一点になっている会社、この南グループというところなんですけども、今日はですね、ちょっとそこといろいろとお話をして、いろいろやらせていただいているというわけなんですが、お茶のお土産まで持ってきていただきましょう。これ、わかります?今回はね、江戸時代をイメージした旅ですから、ちょっとこれだともしかしたら少し時代が先に行ってるのかもしれませんが、でもこれ面白いものがぜひ見ておいてもらいたいんですけど、これね、土瓶なんですが、今回お土産でいただいたんで、お茶っ葉までは入ってなかったですけど、これ自分でお茶っ葉を入れてですね、それで、こうやってなのかなとか、そういう感じですね。飲み終わる。で、飲み終わったらどうするかって言うと、昔の人はこれをなんか窓からボンと捨ててらしい。だから線路上にこれがなんかガチャガチャ落ちて回ってるみたいな、なかなかバイオレンスな状態だったんですけども。明治初期からずっとこの草津の町の発展を支えている。お、味は薄いね。桜島大根みたいなやつ。これは味濃いですね。これ多分聞けば教えてもらえると思うんですけど、意図的に味を薄くしてるんでしょうね。この昆布はどうかな。あ、うまいわ。